请你们看他的影片，真的很赞，可以同时可以学台湾的东西，还可以学日文的东西，超赞，记得要看。耶，八千三十七个人，谢谢。大家好，我是中山，今天我频道超过八千个订阅者。今日チャンネル登録者数が8000人を超えました。ありがとうございます。我非常感谢他们那个里面的支持。然后我觉得很多人从二月时候开始订阅我频道，因为我从二月开始每天上传一遍。毎日2月1日から動画投稿をやってるんですけど、やっと8000人超えました。なんかそれまでは定期的に動画上げてなかったんですけど、2月1日から毎日上げていくと、やっぱり毎日こう30人ずつぐらい登録してくれてる人がいて、それでやっとこう8000人超えました。我的目標是8月中超過10000個訂閱，因為超過10000個訂閱的話，我可以利用那個日本然後美國的 YouTube Space。我不知道台湾也有 YouTube Space， 我知道台湾有 YouTube 的 Office， 但是我不知道他们有那个可以去那边玩的那个地方，所以我不太确定。但是我想超过10000，然后我可以利用他们的 Space。10000人を突破したら、日本は東京、アメリカだったらロサンゼルス、他もロンドンとかもあるみたいですけど、YouTube Space 使えるようになる。っていうことで、そこの編集機材とか触ってみたいし、やっぱり今使ってるソフトよりやっぱすごいソフトとか使ってみたいのはあるので、あと機材自分で買うのにはまだちょっと何十万もいるから買えないから、まあそういうのもあるので、あと2000人今年の8月までに頑張りたいと思います。然后我下礼拜有期中考，所以不好意思，我真的没有时间 edit。然后没有时间做那个非常长的影片，因为有些人说你的影片太短，不好意思，真的不好意思，但是我真的没有时间。最近やっぱりその来週から期中考、期末考査じゃなくて中間考査が始まるんですよ。で、中間考査の前って結構ストレスが多くて。なかなかその編集ね、1時間も2時間もやっぱできないってのもあって、ちょっと簡単な動画になるんですけど、それでも見てくれる人はすごいありがたいなと思います。本当にありがとうございます。それで如果你们喜欢的话按赞然后订阅哦，这里是我的频道的订阅的地方，然后我希望超过10000个订阅。 Please subscribe to my channel。 OK、 じゃあそんな感じでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは拜拜。